日本の皆さんこんにちは、日本星と勝手に応援チャンネルです。ちょっと電波の調子が悪い場所なんで、ビデオにしました。今、夜の10時ですね、こちらは、すごく感じがいいでしょう。スターエアラインズのラウンジのテラスなんですけど、飛行機も見えて、すごいお客さんいっぱいです。で、先日から、大谷翔平さんのなんかプロモーションというか化粧品会社のプロモーションなんですけど、ほぼなんか大谷翔平さんを宣伝しているような感じのプロモーションが始まりました。ぜひ、ロサンゼルス空港来てください。お願いします。あと、僕のチャンネルは日本星と勝手に応援チャンネルでございますので、朝8百田チャンネル、有本薫さんのチャンネルを参考に、勝手にこちらから応援のメッセージを送らさせていただいてます。それで海外生活者ということもあって、なるべく外で台本なしでお伝えしてます。今日はなんかブルーサンダー号が豊橋に行ったということで、僕本当は日本に行きたかったですね。地元が愛知県なんですよ。愛知県は、トヨタを代表とする、製造業が、うちも家業が製造業だったんで、製造業が盛んなんですよね。だから、日本保守党 の有本さんがいつもおっしゃるその製造業を立て直さなきゃっていうのは本当に強く望みますね。それから先々日から、ロサンゼルス空港の、制限区域内には大谷翔平さん の、プロモーション、化粧品会社のプロモーションなんですけど、見るともう大谷さん一色なんで、ぜひぜひ見てください。今も、こちらに来られる方の大半が大谷翔平さんって必ず見に来られるんですけど、絶対期待に応えれると思うんで、大谷翔平さんの場合はぜひ来てください。お願いします。またご案内も僕らでできる限りのことはしますんで、ご相談ください。とこんな感じで、テラスはこんな感じです。あとあれですよね、朝8時の時に藤井先生って京都大学の方、すごい面白い人ですよね。なんかすごいびっくりしました、あんな面白い方だなんて。ただでもあんなに笑いながらも、そのなんていうんですか、小泉進次郎がその全く政策も何も持ってないものが首相になるとどんなに危険性があるかということを本当によく分かるように教えてくれましたよね。本当に危険です。印象だけで雰囲気だけで、そういう雰囲気っていうんですか、選挙の場合の雰囲気っていうのはお金になるらしいですけど、お金という意味らしいですけど、そのなんかセクシーとかなんかセンスとか爽やかだねとか、そういうイメージだけで人は選ばない方がいいですね、政治家の場合は。やっぱり百田先生とか有本さんとか、やっぱり国家観を持っている人がやっぱり指導者になっていただきたいなと。それまでの日本保守党が与党になるまでの期間の間だけでも時間を稼ぎたいですね。そう思いましたけどね。皆さんはどう思われますか。アメリカも、今トランプさんと、カマラで争ってますけど、チョコレートが出てました。ボブルヘッドはね、トランプさんだけでした。別の、画像でお送り出してますんで、ぜひ見てください。カマラのチョコレートがいいか、トランプさんのチョコレートがいいか、僕は、トランプさんのチョコレートの方がいいですけど、もし欲しい方は言っていただければ買っておきますんで、言ってください。お願いします。あと僕は河野太郎の、辞任要求を署名活動してます。ぜひ、下に貼っておきますのでご協力ください。あと安倍晋三総理、2年前になりますよ、7月8日の安倍晋三総理の事件の真相解明の署名活動もしてます。合わせて、ご支援ください、ご署名ください。よろしくお願いします。ではちょっと今日これここではライブにならなかったんで、電波が調子悪いんで、ビデオでお送りします。よろしくお願いします。ただ無修正で送りますので見づらいかもしれませんけど、お許しください。よろしくお願いします。感じいいでしょこれね。よろしくお願いします。